キルは完全に抜かれた。妹に抜かれた。もうやだ。お金はないし妹に置いてかれるし、何年も研究してるのに一向に芽が出ないし、才能ないのね私。よし、結婚して家庭に入ろう。伊丹さんってどんな人？伊丹幼児、日本の士官、エルベ王国の系、並びにダークエルフ名誉族長など数多の称号を有している。お父さん大丈夫？エリート貴族にエルフの子持ち。エルフの子持ち？それは気にしなくていい。経済状況は？我が部族より贈られた金剛石の原石を所有している。このくらいの。結婚は？今は独り身よ。完璧。あらら。違う、もう一人じゃない。伊丹は私と三日夜の儀を終えている。いつの間に？聞いてないわよ。じゃ、何の話だ？三日夜の儀って何なんだ？男女が三日寝屋を共にすると内縁関係を認めるって習わしのことよ。つまり結婚しましたって宣言したようなものね。え？身に覚えがないぞ。きっちり3回一緒に寝ている。一度目は宿舎で、次にリサの部屋、最後に箱根の旅館。これで3回。宿舎、リサ、旅館。確かに。そんなこと言ったら私なんて3回どころじゃないわよ。あら、重婚？あの時のあなたは正気じゃなく、幼児のことを父親だと思っていた。だから向こう。幼児？あなた私には何にもしなかったくせに、他の女は手当たり次第ってどういうことかしら。オルペジオ、乾杯だわ。学問でもお金でも男でも先を越されて、もはや姉としての威厳がないに等しい私。